使えるのに、あ、そっか、フェス T シャツだったら裏切り者上がりますって。全員キノコだよな。見づら、あ、わかんねえ。わかんねえな。さ、3分半です。わかんねえ、どれだ。わわちょっと武器持てわかんなかったな。タケノコこそ正義。いやー、キノコだねえ。さあ、じゃあ私がね、ないないない。いや、私が今永遠になったし、まだ、キノコはね、51.7% あたりを、うろちょろしてますから、今回のフェスは、キノコ勝つ。私、闘争側だよ。うんうん。え？いや、別に争う気はないんだけどね。さあ、必勝法ですか？あ、必勝法か。必勝法ね。必勝法か。必勝。わかった。いや、デカラインって動き回るとこじゃない？やる？必勝法やる？必勝やるなら、まあまあ確かにね。え？する？する？待って、鬼の武器見てからにしよう。鬼武器見てからにする。鬼武器見てからにする。スタート。デーン！デーン！ブラスターとダイナモだ。いかんいかんいかん。ブラスターとダイナモだな。どうしよう。待て待て。ブラスターとダイナモだから、今回逃げ。必勝法は逃げ作戦。いかんいかん。今回の鬼はね、足が速い人たちだから、あ、遅い人たちだから、これは位置を把握しながら逃げた方がいい。あ、負けだな。どこだ？ダイナモダイナモ。こっち来たか。4チャンピオン越しで挑むって。え、あれ？とか言って天秤してる。逃げ大事。ダイナモ、天秤するのね。ジョンピさんバレー。ヘロ。ダイナモあった。おじが、は、覚えました。ダイナモ感覚、やばそう。それ見つかったらダメ、それとも仕留められたらダメ。誰の敵が一番、アップな、わらわら。ねえ、ありがとう。危ねえ、危ねえ、今一回死んだな。危ねえ。俺今何も見てないで飛んじゃった。危ねえ。危ねえ、危ねえ。危ねえ、わらわら。危ねえ。ライナモじゃなかったらやられてた。いや、かわいい。危ない、わらわら。来るなよ。こっちは今危ないからな。絶対来るなよ、ダイナモお化け接近中。危な。見られるのはオッケーなのか。見られたらオッケー。倒されるまで。倒されたら、スタート地点から動いちゃダメっていう設定です。設定？違う、しわりです。ルールです。ダイナモ感覚。愛の、ストーリー、わらわら、わらわら。了解、ルール把握できてきた。いや、かわいい、わらわら。カモンって言ってる。一人やられた。いや、かわいい。危ない。一人やられたな。部屋がぴょんぴょんしてる。どこ行くの？部屋かわいい。どこ行くの？耳の呼吸多いね。タイヤかわいい。部屋かわいい。かわいい。優しくてイケメンでかわいい神様のようなぴょんぴ様ならこの動画 YouTube で上げてくれるはず。部屋がぴょんぴょんするんじゃ。今回は昨日みたいに逃げ切れるかな。ぴょんぴ。ヨンピかわいい。ヒラリーか。逃げろ逃げろ逃げろ来るぞ逃げろ逃げろ来るぞ逃げろ。地獄ですね。にゃおいや待って、見られたのはブラスターじゃなかったか。うわー、ここいい。あ、でも俺は飛んだからか。ここはダメだ、わらわら。
あー、いや、ここは息がなかったな。カツラなかったな。二人来てる。5、4、3、2、1、終了。お疲れ様でした。あー、二人か。あー、マジか。あー、いや、ダイナモが来るとは。シーさん、セヤさん、おめでとうございます。ほほ、タケノコの鉄槌。いやでも私が最後にいた場所は、過去の戦ではですね、完全ノーマークだった時があるんですよ。まあ、ワンチャンありかなと思ったんだけど、ちょっとまあ見られてたね。ダイナモが持ったのかな。ちょっとまあ、きつかったな。What?
です。